朝のルーチン新入浴。今日もね、朝日が差してきていい感じな天気になりそうね。なんかあるかなと思ったら、今日もね、タンポポの綿毛。なんか今年はいっぱい飛びそうだね。まあこれがね、これもう飛んじゃったやつね。でこれ今日飛ぶやつで、あとその下にもね、いっぱいね、これからまあ花が終わって綿毛になって飛んでくと、ムスカリも終わったし、ムスカリもね、あの結実してね、種を落としてくれればね、どんどん広がるんだけど、おお、サルスベリの葉っぱがかなり開いてきた。あ、小紫ね、あの紫式部ってね、有名だけど、有名な木があるけどね、大概ね、庭に生えてるんだけど小紫だと思うんだよね。紫式部って結構大きくなる木でね、これ小紫って言ってね、葉っぱのつき方が違うみたいなんだけど、これ庭にあるから、その庭の種がまあ拡散してね、あ、もみじもいい感じだね。これもね、お寺からね、種を拾ってきて、その種をまいてね、種から出てきたもみじ、いろはもみじとかね、浜松城公園とかにもね、結構いっぱいね、生えてて、種がね、できるんでね、その種を拾ってくればね、わあ、もう柿の花芽が出てるね、これ、花芽。このいっぱいね、こうやって、ついてるのは、これ、雄花ね。雄花だから、これは実がなる花じゃなくて、花粉をね、出すやつ。いっぱいついてるね。雌花っていうのはね、ちょこんとつくのよね、一個だけ。要するに、もしこれが実に、全部ね、実になったら、とてもじゃないけど、ね、支えきれないっていうか、まあ、雌花はね、ほんとね、ポツンとね、雌花の花っていうのはね、そんなにね、ごそってね、つかないのよね。多分ね、これまあ僕の、まあ今までのね、経験、つっても一回しかなってないんだけどね。あ、クレソンももう花芽ついてるね。もうこれから花がどんどんね、片ばみもね、花、今日も、これ朝、開かないんだけどね、昼間になるとね、花開くっていう、片ばみはね、緑摘みもね、今年もいっぱい緑摘みしなきゃいけないのかな。今日は何を取ろうかな。あ、ピラカンサももう花芽ついてきたね。この木のね、名前、これもね、花芽が、葉の芽がね、葉芽が出てきたけども、これ名前ね、調べた。なんだっけ忘れちゃった。要するに、日本名というか、スズランの木って言われてるやつでね、長ったらしい名前なんだよね。忘れちゃった。まあ、要するに、スズランの木で検索すればね、出てくる、長ったらしい名前。ああ、もうね、一つ葉高もね、花芽。いっぱい今年もね、花が咲いてくれそう。もう、ヒレゲなんては実ができてるね。実。ワイルドストロベリーもね、花が。レモンバームがすごいね。これレモンバーム取って食べよう。昨日はあれだよね、よもぎだったから、今日はね、レモンバーム、若返りのってね、記憶力を良くするという、
記憶力を良くする、これも納豆とね味噌汁の薬味に。三つ葉も取んないとな。ここね猫が出入りするんでね、多分ね猫が追ってってるんだと思うんだよね。まあ本当にね、あの話しがいというかね、要するに外に出す、外に出てくる猫がねこの近所いっぱいいるのよね。本当にいっぱいいる。何匹いるんだろう、うちの庭に入ってくる猫だけで。10匹はいないかな、それでも。10匹まではいないかもしらんけど、まあ本当いろんな猫が入ってくるわけよね。これもね、小紫。こういうのがね、ちょっとね、大きくなったら邪魔っていうかね、めんどくさい草なんでね。これなんかもシソだね、シソも出てきてる。どうだんつうね、いい感じに朝日を浴びてね、いい感じにどうだんつう。で、ローズマリー、タラの芽今日取って食べるか、もうちょっと明日でいいな、もうちょっと置いとくか、もうちょっと葉っぱが広がって、こっちももうちょっと葉っぱが広がってね、タラの芽。松葉雲乱、この木がねよくわかんないのよね。なんとなく記憶にあるのはね、橘の種をねまいた記憶があるんだけど、橘なのかな、橘、橘ね、千葉だっけな、なんだっけ、ツルメモドキ、ツルメモドキのね花芽が出てきた。これはあの芽葉、芽株なんで、これ実がなるね、実がなるあのツルメモドキね。あ、これも種拾ってきて、撒いたらね出てきたと。まあ、種拾ってこなくてもね、結構ね、ツルウメモドキはね、鳥がね、種を運ぶみたい。あ、これはあの、ハーブ王子がね、食べる、イヌビワ、ヨモギ。あ、エゴの木がね、エゴの木が葉っぱが出てきたけど、花芽もね、花芽もついてるね、あれね。丸いちっちゃいね。また今年も咲いてくれそう。昨日ね、しじみを入れたんだけどね、あ、もう開いて死んでるやつがいるね。これ、死んだら開くんだね。ってことは閉じてるやつは生きてるってことかな。これは食べた後の貝をね、入れたんだけどね。貝殻をね。まあそんな感じかな。とりあえず今日はレモンバームでいいかな。ヨモギもね、いっぱい取れるんだけどね。タラの芽はいいし。あ、向こうの奥のタラの芽が伸びてたんだよな。それを食べれるからもうかなり伸びてたんだよな。こっちのレモンバームもね、
かなり広がってるんでね。あとこれはね、三つ葉ね、これレモンバーム、菜花で、これよ、これこれこれ、まあ、これはどっちにしろ取って、これを味噌汁の具にしてみよう。これはこれを残せばいいかな。これを残せば後も取っちゃってもいいかな。ここにも出てる。お、アメリカフーロの花芽ね。これアメリカフーロ花芽が出てきた。原能症、ん、原能症候だったっけの仲間なんだよね。可愛らしい、結構可愛らしい花が咲くんだよね。好きなんだけどね。これはちょっと邪魔だね。これは、あ、犬運べやかな、これ。仏の座、これも邪魔だから取っちゃう。仏の座は昨日のね動画でも言ったけど、あのうどんこ病がつくのよね。よし、こんなところで今日はタラの芽と、レモンバームが庭の味。今日も庭が気持ちいい。